よし、よっしゃー、パー、あ、おっす、帰ってきました。水曜日、よっしゃ、あっちです、最高っす。いやー、今ね、いつも踊ってる場所に行ったら、なんかドラマの撮影隊がいてびっくりした。俺の場所に 20、30 人の団体がいてびっくりしたよ。ということで飲んでいきましょう。今日はね、いい日ですよ。今日はザーン、お寿司、ジャパニーズ寿司、胸肉のなんちゃらかんちゃら、サラダ、これなんだっけ、似たやつもう忘れちゃった、なんだっけこれいろいろ入ってるやつ、さつま揚げとか、このあたりでいきたいと思います。今日はいいね、これ、よっしゃ、これで全部で、1000円ぐらい。今日はね、何か行こうかな。まあ初めなんで、このね、煮物を煮物っていうかね、これ、うん、うん、ということで、バーン、サントリー生ビールいってみたいと思います。水曜日元気なんだよ、比較的、うん、じゃあ、いっちゃうよ。いい音を、いってください。うまい、うますぎる。ああ、もう疲労困憊だから、うますぎる本当に。ああ、いや、なぜか走ってしまうんだよね。なぜか踊ってしまうっていう。一日中体動かしてるような気がするんだけどね。ということでね、今日はじゃあ食べましょう。サラダ、サラダ食べないとね、おられちゃうからね。これもも肉、なんか味付けももも肉、胸肉、うまっ、うめえ、よいしょ。今日は何にしようかな。2回でいこうかな、ね、よいしょ、よしよし、ピーッと。
ティリリリティリリリティリリリ。寿司行っちゃおうかな。何から行こうかな。イカから行くか。食べるのやっぱ好きなんだよ。ずっと食べるもののこと考えてる。一日中ずっと食べ物のこと考えてる。あれ食いてえな、これ食いてえなとか。みんなそんな思わないのかな。思うよね。思わない？ああハンバーグ食いたいとかさ、なんだろう、ああポテトチップ食いたいとかさ、おせんべい食いたいとか、チョコレート食いたいとか、ああなんだろう、ああおにぎり食いたいとか、なんか食いたいことばっかりじゃない？違う？俺が食欲ありすぎなのかな今。まあ、ずっとなんか食いたいな。ずーっとなんか思ってんだね。なんかあー食いてーって、なんか食いてーなーって、食いてー病かな。かといってそのがっつりしたもんすごい食いたいとかっていうわけでもないんだけど、ラーメン屋さんの前通って、毎日あのラーメン二郎の三田本店の前通ってるけど、すごい食いたいってわけじゃないんだよね。なんかね、うん、すごい並んでんだけど、昔はさ、一番腹減ってる時は家で朝飯食って、職場行って食って、昼も食って、おやつも食って、夜も食ってたからね。ちょっとなかったよ全然。そんぐらい腹減っちゃってさ、ダメだったね。もう限界来てたよ。うん、家で何食ったんだっけな。確実になんか家で食って出てたんだよ。なんかご飯炊いてたのかな。ちょっと記憶ないんだけど。うん、パンかなんか食ってたのかな。うん、食ってすき家の朝定食食って。の手前で、それで昼も食って、おやつも食って、夜も食って、寝る前チョコ食ってって。そうね。酒飲まなかったからね前はね。うん、酒全然飲まなかったのよ。食うばっかり。ランナーになる前ね。うん、ここまでちゃんと走る前ね。うん、やっぱ寿司にはこう麦焼酎だよね。青森でもいいかもね。芋はちょっと合わないかもね。日本酒も合うよね。幸せだ。じゃあこれ、うん、
倉ちゃん、今日はうまい。よいしょ、最後いっぱい飲もう。よいしょ。あー濃すぎる、これはやっちゃった。これ八割焼酎。薄めろ薄めろ、頑張って。うわ、ロックロックロックだから、これラスト、またあうめえ、うますぎる。ということで今日も無事一日が終わりました。疲労困憊ですが、明日もね頑張っていきたいと思います。木曜日か明日、もう寝ます、眠いっす。あ、バイ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 。アイスルデイ。